ようやく城を差し出す気になったか。いいだろう、特別にお前を門番に取り立ててやろう。お前を撃つために来た。愚かな親父の惨めな死に様を見てもなお俺に挑むか。だが何度来ようと俺を倒すことはできん。俺の技を見切ることは不可能。なぜなら受けた者は必ず死ぬのだからな。それほどまでに死にたいか。ならば望みを叶えてやる。親父と兄貴の後を追え。皆陣形を組め。なぜ俺の必殺の技が。今
はっきりと分かった。父上は自らの命を犠牲にして私に力を伝承した。父上は私の中で生きて。だがまだ終わりではないぞ。俺は死んだわけではない。パワーを蓄えるために長い眠りにつかねばならんが、俺は戻ってくる。貴様らに必ず復讐してやる。必ずだ。父上、兄上、仇は取りました。だが、クジンシーのやつ、気になる捨て台詞を残していった。俺は戻ってくる、とか。いや、ただの負け惜しみだろう。死んだ者が生き返るはずもないのだからな。ジェラール様、戴冠式のお時間です。ジェラール。先帝から受け継いだ使命を果たすため、我が命今こそアバロンに捧げよう。ジェラール様のご活躍で国内の混乱も静まりました。レオン様、ビクトール様が亡くなられてから1年が経ちました。そろそろ行動を起こしても差し支えないかと思います。うむ、そうだな。父上の理想を実現するにはいつまでもアバロンに落ち着いているわけにもいかない。では情報を聞かせてくれ。南バレンヌにはかつて帝国が築いたビクトール運河がございます。しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。今後近隣諸国と広く交易を行うには、まずはこれを解決しなければなりません。要塞の内情を探るべく偵察を送ろうとしているのですが、その守りは固く、なかなか適任者が見つからない状況です。南方のルドン地方には貴重な宝石を産する鉱山がありました。現状は分かりませんが、帝国の財政に寄与することは間違いありません。南バレンヌのビクトール運河にルドンの宝石鉱山か。世界にはクジンシーのような七英雄がまだ6体残っております。これらを野放しにすると帝国の脅威になりかねません。七英雄の脅威に対抗できるよう、帝国の領土を広げつつ協力者を集め、国力を増強してまいりましょう。よし、まずは
南バレンヌへ進出だ。